以上、1年間の成長記録でした。改めて自分で動画を見返してみると、2年目は装飾やグラデーションなどにこだわったなと思います。細部にこだわろうとする意欲が出てきました。なのでこの2年目は1個の作品に時間をかけてじっくり作った感じです。やはり時間をかけてやり直しながら作った方がいい作品に近づく気がします。3年目はさらに時間をかけて作っていこうと思っていますので、末永くお付き合いいただけると嬉しいです。実は最近新しく始めたことが2つあります。ショート動画と一人語りです。ショート動画はマジックのように作品が完成していく構成にしています。少しでも面白さが表現できればと思っています。やり出すと結構楽しくって、特に構成を考えることにハマっています。一人語りですが、今回のように動画の最後に一人で黙々と語ってます。アナリティクスによると、私の動画を最後まで見てくださる方はほとんどいないので、一人語りも存在しないのと一緒なのですが、一人語りでは作品にまつわるエピソードを語っています。私は話し下手なのでお聞き苦しい部分があると思いますが、制作動画の中では伝えきれなかった部分をここで必死に語っていますので、温かい心でご拝聴いただけたら幸いです。登録者の少ない私のチャンネルですが、いつもご視聴くださる皆様、そしてコメントやいいねをくださる皆様、本当にありがとうございます。こんな私ですが、3年目もどうぞよろしくお願いします。では、最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。